ゴルムバッハは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍に属す、町村であり、ザムトゲマインでベーベルンを構成する、自治体の一つである。ゴルムバッハは、北のフォーグラー山地、東のホムブルクの森、南のゾリング、西から南西にかけてのブルクベルク山地に囲まれている。この町は、東のシタットオルデンドルフと南西のベーベルンとの、間に位置している。 フォルストバッハ渓谷に位置する。首湯であるゴルムバッハ集落のほか、かつて街道庁であったバルプゼンが自治体としてのゴルムバッハに属す。ゴルムバッハの住民の81%がプロテスタント5、5%がカトリック14、14%がその他の宗教、または無信仰である。この町の議会は11議席からなる。4月の最後から2番目の週末に、 リューラー・シュバイツで桜の花祭りが行われる。桜の花の女王の選挙も毎年この祭りで行われる。ゴルムバフ派には様々な運動種目を有するスポーツクラブ MTV ゴルムバフ派がある。そのサッカー部門は近隣のクラブ FC ヘルタ・リュト・ゲナーデ・バルプゼンと共にシュピール・ゲマインシャフとゴルビを結成した。 この他に、射撃クラブ V1904 ゴルムバッハ EV と、射撃グリーでゴルムバッハ本 1961EV の2つの射撃クラブがある。ありがとうございます。